んにちは、韓国の岡ちゃんです。今日はロシアワールドカップグループ A 第3節、ウルグアイ対ロシアの試合をお届けいたします。ではどうぞ。本日の試合はインターナショナルカップ本戦グループリーグ第3節、ウルグアイ対ロシア1、解説北澤さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、選手入場です。スターティングラインナップ、勝者はどちらなのか。ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフ、インターナショナルカップ本戦グループリーグ第3節、ウルグアイ対ロシア。ロシアはこの試合は 3-5-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。まあ、カルチャの中心に割と昔からある主流のシステムですよね、ええ、まあ、3バックなのでサイドハーフが縦の運動量、まあ、戦術理解を必要としますよね、うん、まあ、守りになった時にはほぼ 3-6-1 のシステムと変わらないですよね、はい、ただボランチの周りが非常に重要になってきますよね。はい、気になりますね、うん、ここはウィングバックとの連携で最終ラインの人数をカバーするのがセオリーになりますよね、うん、それでいて攻守が切り替わると同時にビルドアップに参加しなきゃいけないので、運動量と攻守の判断力が必要なポジションですよね。なるほど、裏のスペースを狙う。お、これいいですよ。大きく縦へ、カバーニ、カバーニからルイス、ミドル、アキフェーフ、いやいや、ナイスセーブ。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。1本目のシュートはウルグアイ、コーナーキックが続きます。ゴーディンからスクワリ、ペレイラ、柔らかいボール、どうだこのシュート。いや、今のは北澤さん、本当によく触りましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。シュート、決まった、先制、ウルグアイ。ウルグアイここで先制。今日先制はこの早い時間でした。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。ミドル、クロスバー直撃、わずかに強すぎました。長いボールを送ります。ロシアが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね、
中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどもね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、うん、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね、うん、攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどもね、うん、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。おっとロシア危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ロドリゴ・ベンタンクル本日ワンアシストです。前線にボールを送ります。組み立てながら攻め上がっていく。裏狙いましたね。縦へのボール、サメドフ、サメドフからジュバ、ロングフィードで狙う、シュート。これはミスキック、枠には行きません。ふわっとしたボール、アーチのようなパス、ノイステッターからジュバ、ゆるく狙ったボール、ザゴエフから大きく縦へ、さあルイス・スアレスへ、さあ一気にカウンター、シュート、きた、追加点、これで差は2ゴールになりました。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。さあウルグアイ、さらに1点を追加し2対0としています。ウルグアイとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。さあ上げる、中央へ、ふわっと裏を狙う、これは繋がりません。素早いパスで攻め上がっていきます。ミドル、素晴らしい反応でした。ムスレラ、そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。裏のスペースを狙う、このボールはカットされます。ゆるく狙ったボール、クリスティアン・ロドリゲス、ボールを下げてリズムを作るか、ホセ・ヒメネスから縦へのボール、ウルグアイここでファールをもらいます。直接狙える位置ですがどうでしょう。追加点のチャンスです。直接狙った、おっとルーズボール、柔らかいボール、もう一度追加点、ウルグアイ、ウルグアイ怒涛の追加点。カバーニ今日2点目です。
さあウルグアイ、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。ウルグアイとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ロングフィードで狙う、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半終えて3対0、ウルグアイ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。ウルグアイが3対0とリードして折り返します。ロシアのキックオフでスタート、これはなかなかこじ開けられない。一気に前線にボールを送る、ザゴエフ、ジルコフ、リズムを刻む、この柔らかいパス来た、キーパーよく止めました。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。シュトゥアニ、ペレイラ、グリシャコフ、サメドフ、アーチのようなパス、サメドフからジュバ、上げる中央へ、必死のクリアですね。プレスからボールがこぼれる、ベシノ、クリスティアン・ロドリゲス、ベシノからアーチのようなパス、上げてくる、どうだ、ふわっと裏を狙う。ウルグアイとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。ロングフィードで狙う、ここで受けて、さあカウンタースピードを上げたいところ、中央へ。ロシアは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。ロシアはここでベンチに動きがあります。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ウルグアイとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。さあどこに出してくる、シュート、打っていったな。キーパー好セーブを見せています。ロシアチャンスを迎えたシーンがありました。カバーニがこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。裏のスペースを狙う、ロシアはここでファールがありました。注意に終わります。およそ30メートルというところです。このボールには合いません。ウルグアイは選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。前線へ、この長いボール、4点目かというシーン。まあモラまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。そうですね、まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。はい、ジルコフ、ここは奪います。出ましたね、ヘディング。このヘッド報われませんでした。ロシア決定的なチャンスを収めることができませんでした。これはチャンスだ、
サイドのスペースへ走らせる。パスの効果、スペースへ出す。ロシアは選手を変えるようです。カバーニ、長いボール縦へ、ボール入りましたよ。ジルコフ、ロングフィードで狙う、シュート。これはキーパーがいい反応でした。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね。ウルグアイ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。パスでつないで攻め込んでいきます。ウルグアイ抜けるか、カウンターを仕掛けていきます。ふわっと裏を狙う、ボールがつながる。ハット、さあどうだ、いけるか、シュート、あーっとまだある。カバーニ、さあカウンターのチャンスになります。カバーニからルイス・スアレス、強烈なシュートを放ちました。ルイス・スアレス、ペレイラ、ゆるく狙ったボール、いいとこ入りますよ。ここで笛です。3対0、ウルグアイ一方的な勝利、結局相手を寄せつけませんでした。これでグループリーグの成績を2節目からの2連勝を含め2勝1引き分けで無事終了しています。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？ウルグアイとしてはもう負けても次に進出できるという状況ですけど、最後までしっかり戦ってましたよね。この勢いを保ったままトーナメントに挑んでいきたいですよね。はい、そうですね。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップ本戦グループリーグ第3節、ウルグアイ見事勝ち点3をものにしています。常に狙っておかないとできないですからね。タイミング良かったですよね。